Thank you.
Thank you.
やはり君か、アドル君。どうやらシスターは行ってしまったようだね。やれやれ、あの程度の役目も果たせぬとは。懐いてくるから使ってやったが、所詮は役立たずの犬ということか。やはり最後に残るは大いなる神に仕えし者だけ。イルバーンズの祭祀場にて、身も心も神に捧げた私だけだ。
じき神が蘇る。人が生み出した無力な存在ではなく、真の力を振るう偉大なる神が。その暁には世界は再び神の支配する楽園と化すだろう。さあ、大いなる神の前にひれ伏すがいい。神の復活は誰にも止められん。神は不滅だ。目覚めさせるのだと。もう間に合いません。だから
早く。Power well.
始めるとは。ジェノスの剣で奴を倒しきれないのか。兄さん、二人ともこっちに来るんだ。どうやら兄さんに何か考えがあるみたいです。行きましょう、アドルさん。そのままプレートに乗るんだ。よし、ジェノスの剣と彫像を貸してくれ。アウルはブレイブソードと4体の輝く彫像をチェスターに渡した。確かに受け取った。兄さん、一体何をするつもりなの？ここでお別れだ、エナ。くれぐれも元気でな。一族が作り上げた島の自爆装置を起動させる。像に封じ込めた力を圧縮して爆発させるという仕組みらしい。ここまで傷ついた状態ならガルバランとて滅ぼせるはずだ。待って、そういうものがあるっていうのは分かったんだけど、兄さんはどうするつもりなの？俺はここに残る。装置の起動にはジェノスの剣が必要だからな。ちょっと兄さん、冗談はやめてよ。それじゃまるで兄さんが。ダメ、そんなのダメよ。きっと他にも方法があるはずだわ。どうして兄さんがそんな。俺のしでかしたことは到底許されるものじゃない。このままでは父さんたちにも顔向けできないだろう。だからエレナ、分かってくれ。そんなの分からない。兄さんのバカ、どうしてそんなことを言うの。生きてれば必ず償うことはできるはずだわ。父さんや母さんだって絶対に怒るに決まってる。だから兄さん、お願い、もう二度と私のことを一人ぼっちにしないで。エレナ、すまない。エレナ、生きろ。アドル、どうかエレナのことを頼む。それとドギにも謝っておいてくれ。これで全て終わらせることができる。この地を呪う忌まわしき存在、そしてジェノスの使命も。化け物が。だがもう遅い。このままでは。エスター、お前。
ようが。その様子じゃ出てくる様子はなさそうだな。まあ無理もねえさ。今はチェスターを失った悲しみが大きすぎるんだ。そんな顔するなよ。いつの日かまた笑顔で会えるさ。さてそろそろ出発するか。町のみんなに挨拶するんだったら俺も付き合うぜ。あ、こんな朝早くだからみんな忙しいかもしんねえがな。アウルさん、もう町を出立されるんですね。おいおい、何しみったれた顔してんだよ。そりゃあシスターがあんなことになっちまってショックなのはわかるけどよ。でも乗り越えなくちゃ先に進めねえだろ。そうですね。ここに赴任したばかりの頃、彼女は未熟な私を根気よく導いてくれたものでした。うちの人にも常に親身になって相談に乗ってあげていたのです。確かに彼女は司教の命じるままいくつもの非道を行ってきましたが、もうそれだけが彼女の全てではないと思うのです。ああ、俺もそう思うぜ。正直ニコラス司教とはあんまり面識はなかった。シスターは俺にとっても兄貴みたいな人だったからな。そんなの演技だけじゃやってらんねえさ。はい、シスターもチェスター君も許されぬことをしたとは思います。ですが彼らは一方で素晴らしい人たちでもありました。このような矛盾こそが弱さであると同時に強さであるのかもしれませんね。天気だな。旅立ちには絶好の朝だ。
兵や魔物たちによる被害は大きいが、みんなの顔は明るい。これも最後まで諦めず困難に立ち向かうアドルの姿にみんな励まされたからだろう。町や採石場の復興には時間がかかっちまうだろうな。なに、時間はあるんだ。じっくり一歩ずつ進めていけばいい。こんなことじゃレドモントの奴らはへこたれないぞ。どうだろうドギー。違いね。気はすまい。道長、私は皆と協力してこのフェルガナを今まで以上に暮らしやすい地にしようと思う。それがチェスターに報いる唯一の方法だと思うのだ。だからアドル君、ぜひまた遊びに来てくれたまえ。今度は一回り大きくなった町を君に見せることを約束しよう。私も同じだったからね。心配いらないさ。あいつのエレナの強さはばあさんもよく知ってるだろう。きっと今は時間が必要なだけだ。しばらくすればまた元気になるさ。そうだね、早くそうなるといいね。あの子には笑顔が一番よく似合うから。Thank you.
当に世話になった。感謝する。そういや師匠はこれからどうするんだ。また山小屋に戻るんですか。いや、マクガイア博が改心した以上隠蔽する必要もなくなった。魔物もいなくなったことだし、もはや俺は無用の存在かもしれんな。まさか師匠を今さら傭兵家業には戻らんさ。俺にはあいつの魂を弔うという役目が残っている。復興の手伝いをしながらこの地に骨を埋めるつもりだ。少しここでゆっくりしてから出て行ったらどうだい。おいおい、おかみさん、アドルのやつが困ってるじゃねえか。そうは言ったってね、あんたがいなくなると寂しくなるよ。そうだ、アドルはここに残って代わりにドギが冒険に出るってのはどうだい。 あのな、そりゃないぜ。冗談だよアドル、またいつでもレドモントへ戻っておいで。その時は腕によりをかけてごちそうを作らせてもらうよ。おお、アドル、随分と早いじゃないか。もう行っちまうんだな。マサラだが、この町に住んでみる気はないのか。お前さんだったらみんな大歓迎だと思うんだがな。親父さん、そいつは無理ってもんだぜ。星の人生から冒険を取っちまったら何も残りはしない。冒険を追い求めるからこそ今のアドルがあるんですよ。ああ、分かってるつもりだ。どれだけアドルのことを気に入ってるということさ。引き止めてすまなかった。気をつけていけよアドル。桟橋まで見送ったらそのまま船に乗っちまいそうだから、ここで我慢しておくとするぜ。昨日言ったように俺はヘルガナの復興を手伝う。魔物はいなくなったが、奴らに荒らされちまった採石場の片付けもしなくちゃならねえし、パレスタイン城なんかもあのまま放っておけねえだろ。だから俺は故郷のためにしばらく働かせてもらうつもりだ。それが俺なりのチェスターへの手向けなんだ。お前はこのまま旅を続けてみんなに夢を与えてやってくれ。何？一段落ついたら俺もすぐに追いつくからよ。その時はまた頼むぜ相棒。アドルは力強くうなずいてドギにしばしの別れを告げた。私に向かってるはずだから走ればまだ追いつけるだろう。
おっと、街道に出るんならくれぐれも気をつけろよ。魔物がいなくなったとはいえ、用心するに越したことはねえからな。うん、ありがとうトギ。頑張れよエレナ。地を守りました。私に生きろと言ってくれました。きっと悔いはなかったと思います。私はまだ兄さんのことをちょっぴり恨んでいるけれど、それでも兄さんの言葉はずっと守り続けていくつもりです。兄さんが、兄が愛したこのフェルガナの地で、そのためには私、もっともっと強くなります。自分の足で立てるくらいに。いつか兄のように愛する故郷と大切な人たちを守れるくらいに。それが私の誓いです。本当は他にも伝えたい言葉があったんですけど、でも機会にしておきますね。いつの日かアドルさんがまたフェルガナに来てくれた時、私が誓いを果たせていたら、その時に伝えさせてほしいんです。アドルはしっかりとうなずいた。ありがとう、嬉しい。さようなら、アドルさん。あなたと出会えて本当によかった。